はい、皆さんこんにちは、今日はですね、小学5年生の算数の比例についてちょっとやっていきたいと思います。こちらのテキストの内容を少しね進めようと思いますので、ぜひこのテキストを見ながらやってみてください。テキストのページは18、19ページになりますね。こちらの方開いてもらいたいと思います。さて、ではですね、比例についてちょっと説明していきたいと思うんですけれども、まずこの直方体見てもらいたいと思います。縦の長さが 5cm、横の長さが 3cm、 そして高さが 1cm になります。この直方体の高さが変わるにつれて体積もどうなっていきますかっていう問題をちょっと確認します。体積は、皆さんも分かっての通りですが、縦×横×高さになりますね。そうすると 5×3×1 になりますので15立方センチメートルね。それなんで高さが 1cm の時は体積は15立方センチメートルになります。じゃあ高さが 2cm っていうのはどういう状況かっていうと、ちょっとこのティッシュボックス用意しましたね。長さはさすがに違いますけれども、このティッシュボックスの上に全く同じ形のティッシュボックスをこういう風に重ねていきますね。こんな状況です。なんで下のですね、面積、この面のね、面積ここは変わらないんだけど高さだけが変化していますね。そうするとどうなるのかなっていうと、先ほど高さが1センチだったんですけど、ここの部分を今度2センチに変えてもらいますね。そうしますと 5×3×2 っていう形になりますので、体積は30立方センチメートルになりますね。じゃあ今度もう一個重ねます。いけるかな、おーたこれいけるかなっていうことで、3つ目こんな風に、はい、重ねましたね。この状況の体積どれくらいですかっていうのが、この高さが3センチの時になります。3センチメートルですね、の時になります。はい、そうすると、やり方もみんな分かっての通りですが、5×3、縦と横の長さは変わりませんね。高さだけを今度3にしてもらいます。そうすると、5×3×3 になりますので、今度は45になりますね。それなんで高さが3センチメートルの時は体積は45立方センチメートルという形になりますね。そうしますと、はい、こちら高さが2倍3倍になると体積もどうなってますかっていうのを確認してもらいたいと思います。ここからですね、1センチから、2倍なりました。あるいは1センチメートルから3倍になりました。そうすると高さ見てみてください。15立方センチメートルから30立方センチメートル、つまり2倍ですね。15立方センチメートルから45立方センチメートルってことは3倍になっています。こんな風に片方が2倍3倍になった時に、もう片方も2倍3倍になってる。これがまさに比例のね、内容になります。こんな風に覚えておいてもらうといいでしょう。それなんでこの書き方なんですけれども、高さが2倍点3倍点点点点になるとって書いてあったら、ここの書いてある書き方ですね、真似してください。体積は2倍点3倍点点点点になるね。こんな形で書いてもらうといいでしょうね。こんなのが比例の関係になりますので、ぜひともですね、一つみんな覚えておいてください。では、今日はここまでになりますが、この後ちょっとですね、テキストについていくつかですね説明したいと思います。比例の内容を今確認してもらいましたんで、19ページの内容までやっちゃっていいんですが、その後なんですけれども、21ページね、ちょっとこちら失礼しますね。算数のテキストなんですが、21ページまでやっちゃっていいですね。ぜひ進めちゃってくださいね。
で、こちらの方なんですけれども、よいしょ、ちょっとティッシュ箱どかしますね。はい、すいません。はい、すいませんですね。こちら答え皆さんも渡してありますので、この21ページまでやった後ですね、ぜひ丸付けしてみてください。この親御さんに丸付けしていただいても構いませんよ。それから、この緑の確認テストありましたね。こちらの方もですね、ぜひやってもらいたいと思います。ね。こんな感じでちょっと開いてもらいますとですね、みんなから見ると右ページになります。こっち側ね、こっち側。ね、右ページ。こちら側が小学5年生の内容です。で、左ページの方が今までのですね、本当に、計算問題とかのね、復習になります。復習ですね。それなんで、こちら左ページも全然やっちゃっていいです。で、最後に答えついております。こちらも最後に答えついています。右ページと左ページで別々に答えありますので、間違えないように気をつけてください。ぜひ、丸付けしてください。はい、それから、国語についてもちょっとですね、いきたいと思います。国語のテキスト、こちら。ね。はい、こちらの方なんですけれども、ですね、国語のテキストは、ここですね。はい、一つ読み物を進めちゃいましょうということで、20から、21ページのですね、読み物をやっちゃっていいです。20から21ページ。言葉と事実、括弧にっていう、こんな感じ、これです、これ、これ。ね。こちらの方どうぞやっちゃってください。国語もですね、やはり答えがもう皆さんにお渡ししてありますのでですね、こちらの方も、どうぞ答え使って、丸付けしちゃっていいです。それから、もうなんとなくね、差し付いてます。はい、こちらですね。国語の確認テストあります。ね、これもどうぞ、自由に進めちゃってください。はい、それなんで今日は、ここまでになりますね。ぜひもう一回、比例ね、よーく見直してみてください。では、バイバーイ。